電気代って、はい、どのぐらいかかってますか。家族4人家族なんですけど2、2万円ぐらい。家の時間は増えてます。今1万6千円からかかってます、うん。冷凍庫4台に冷蔵庫1台持ってて、自分で家庭菜園してるんで、それを全部冬の間食べるためにあの保存するために置いてあるんです。この夏の暑さに。 巣ごもり生活が続き増えたという家庭も多いのが電気代実は4月以降同じ使用量でも電気料金自体が値上がりしているのです北電の場合一般的な電力使用量の過程で4月に7100円台だったのが今日から始まった9月はおよそ7700円に 来月はさらに六十七円上がることが決まっていますお店の前には自動販売機が三台並んでおりこちらにも電気代がかかっているということです札幌の苗保駅前にある酒の販売店店の中を見てみると店内にはお酒を冷やすための大きな冷蔵庫が置かれています キキンキンにに冷えていますさらにまあこれとか、あとこの冷蔵庫、冷凍庫なんですけど、それもまあ夏は稼働させますので、冷凍庫は氷を作ったりしてるんですよ、あのビールサーバーに使う氷をサービスで出してるので、それで使ってますね。 ビールサーバーの樽を冷やすための冷蔵庫は今年の夏もフル稼働していました今年はちょっと夏がすごい安かったんでそれでまあやっぱ4、5万ぐらいにはトータルではなりますね8月分の電気料金は4 1875円もし今月も同じ分だけ使用すると400円近く値上がりする計算です 緊急事態宣言もあって、ちょっと今、飲食もやってるんですけど、それは止まってるんですよ、ただそれを止めても、まだそういうふうに電気代とかかかってくる、さらに値上げっていうことになると、また負担は大きくなるんだろうな、電力自由化で新たに参入したさまざまな電力会社でも、同じように値上がりしていますその背景に何があるのでしょうか。 あちらに天然ガスを使った火力発電所があるのですがそこで使われている燃料が今高騰しているんです発電用の燃料である液化天然ガスや石炭などの値上がりに加え円安による輸入コストの上昇で燃料費の調整分として値上がりしているのですこれから使えますよね冬場は電気ストーブとかと電気も 電気ストーブが一番多いかな。困りますよね。また、ガスの料金も上昇しています。北ガスの場合、一般的な家庭で9月から89円値上がりするということです。そしてもう一つ気になるのがガソリン価格。 今日発表された道内のレギュラーガソリンの平均価格は155.6円と先週からわずかに下がりましたが依然、高止まりが続いています。 コロナ禍ですから家で過ごす時間が増えて電気代が気になるわという方、多いと思います、うん、じゃあ電気料金の変動どこをチェックすればいいのかというとこちらなんですけれども皆さんのご自宅にですね毎月届く電気料金の明細表、まあ、デザインはですね電力会社によって多少違いますが注目してもらいたいのがここ。はい 燃料費調整単価と書かれていますけれども、発電用の燃料の変動を考慮して、これ毎月調整されているものなんですね。うん、ですから、カノさん、この分値上がりしているということなんですね。いや、そこって見ないですもんね。見ないですね。<laughs> ちょっとただただなんか高かったら、いっぱい使っちゃったのかなって思ってたけど、うん、そうじゃない可能性もあるってことですよね。えー、ですね。はい。これから冬が近づいてきますから、ますます電気代気になりますね。はい。はい